みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の滝沢でございます。今回は、キラキラ星という曲をソロギタースタイルで楽しんじゃおうじゃないかという、そういう感じの動画でございます。今回はこういう楽譜とかもご用意しておりますので、印刷とかしてお手元に用意して楽しんでいきましょうという感じでしょうか。どこかの動画で僕はこのキラキラ星を弾いたことがあるんですけれども、そのときにこの解説動画が欲しいみたいなリクエストがたくさんありましたので、楽譜を書いたり、解説動画を作ってみたりしている次第でございます。とりあえずやってみます。こんな感じの、完成予想図です。変わります。こんな感じのキラキラ星でございます。メロディーはそのまんまなんだけれども、後ろのコードとかリズムとか変えるとこんなに表情が変わるよみたいな、確かそんな感じの内容の動画だったんですけれども、まあ、興味がありましたらそちらの動画もチェックしてみてくださいませ。とりあえず、やってみましょう。まず最初と弾いていく中で、その6弦の括弧とか5弦の括弧とかがいくつかあると思うんですけれども、これの括弧の意味としては、どの弦を弾いてもいいよということです。一応最初、カッコと行くときにその6弦に0と書いてありますけれども、これは6弦じゃなくて5弦弾いてもいいし、4弦は逆にやりづらいと思うんですけれども、まあ、何かしらの音が鳴っていれば OK だよみたいな、そんな感じの意味合いです。なのでこう、ね、ブリッジミュートとかして弾いていってもいいですし、なんかこういうアタック音でもいいですし、何かしらの音を鳴らしていただければ全然 OK です。で、それぞれのこの隙間隙間にどんどんアルペジオみたいなのを挟んでみても面白いと思いますし、その辺は結構柔軟にやってみていただければという感じでしょうか。例えば、ずっとこう。1、2弦と3弦の交互のアルペジオを続けるのも面白いと思います。普通に楽譜通り。やっていってもいいですし、まあ、その辺はお好きなようにやってみてくださいませ。で、2小節目のこういうフォームのときに、隣に99という括弧がありますけれども、これはもうどっちでもいいよということです。このメロディーのドシャープの音が出せればいいので、コードフォームとしてはこれでもいいし、これでもいいよと。という感じです。やりやすい方でやってみてくださいませ。特に最初は言うことがないなという感じですね。ゆっくりやってみますと、こんな感じ。こちらだ。
こんな感じです。ちょっと運指を確認しながらやってみてくださいませ。で、ここからがまた難しいんですよね。4段目。0、2、3といって、まあ、このよくわかんないコードをアルペジオします。楽譜通りいくと、となってますけれども、別に何でもいいです。もうバラバラバラと好きなように。好きなようにストロークしたり、アルペジオしたりしてみてください。これはあくまで一例という感じですね。で、5段目からそのマイナーキーでのキラキラ星がスタートするんですが、ゆっくりいってみましょうか。まず最初、C シャープマイナーからスタートして、そしたらその次は G シャープマイナー。で、A メジャー。B。で、C ディミニッシュに行って、C シャープマイナー。G シャープマイナーから、A に行って、G シャープ7。で、また C シャープマイナーから、G シャープマイナーに行って、A メジャー。B メジャー、F シャープマイナー、G シャープマイナー、で、A、B、E という感じになります。で、後半のほうもそのアルペジオの仕方はもうどんどん自由にやっちゃっていただいて大丈夫です。ちょっとリズム変えて。みたいな感じでも全然いいと思いますし、もう好きなアレンジでやってみてくださいませ。で、その次、1括弧、1、2、3、4、5、6、7、1括弧のところなんですけれども、ここもゆっくりやってみましょうか。こんな感じです。楽譜だとシンプルに四分音符で、ずっとタン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 と言ってますけれども、ここもアルペジオしていただいて大丈夫です。で、リピートマークで戻って、また繰り返すと。したら2括弧に行きます。2括弧で F シャープマイナーから A から C シャープ、あ、C ディミニッシュを挟んで C シャープマイナーに行くと。で、ゆっくりになって F シャープ、F シャープ、G シャープ、G シャープ、A、B。で、1弦開放を弾いて、ゆっくりそれぞれの音をなぞります。で、最後は人差し指と親指を使って21フレット人工ハーモニクスで終わりって感じですね。どうでしょうか。普通に難しいと思うんですけれども、まあ、うまくできるようになるとなかなかネタとしても面白いかなと思いますので、ちょっとチャレンジしてみてくださいませ。で、なんでこんなコードがいろいろ変わってるんだっていうことに疑問を抱く方は結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、リハーモナイズっていう技術が、技術というか、なんていうんですかね、技術、テクニック、まあ、そういうセオリーみたいなのがありまして、そのリハーモナイズをすると、まあ、こんな感じの演出も可能ということです。平たく言うと、すごい簡単に言うと、キラキラ星のメロディー、ミミソソ、あとミミシシドドシっていくんですよ。で、このミの音が最初に来るんですけれども、このミの音を含むコードだったら、まあ、極端な話は何でもいいんです。例えば、A でもいいし、D メジャー9とか、あと A シャープ、A シャープ、D、A シャープマイナーセブンスフラット5とか、A フラット9かもしれないし、E フラットセブンスフラット9かもしれないし、まあ、とにかくここの音を含んでいれば何でもいいんです。で、それぞれをこう組み合わせてみて、うまくいかなかったらちょっとそれはやめ、うまくいったらそれは採用みたいな感じでやっていきます。なので、最初はミの音を含む。ミの音を含む C シャープマイナーでスタートして、で、その次、このシの音を含む G シャープマイナーセブンスでコードをつけていく。そんな感じで、そのメロディーの音を含むコードは何があるやろうかというカード選択肢がある中で、それをいいものをチョイスしていくみたいな感じの方法でございます。
下から2段目のところにエグザンプルということで、まあ、他の方法、他の入り方もちょっと書いてみてるんですけれども、例えばここから。こんなのもありなわけですね。ミの音から、でシの音。ちょっと際どい響きも入ってますけれども、まあ、これはこれですごい不安定な要素が売りだといえば、まあそういうのが売りなんでしょう。で、一番下のところもちょっと難しいんですけれども。こういうのもありということです。なんかいろいろこう名前をつけるとすると、すごい複雑なコードネームになるんですけど、これとかなんだろう。D7th フラット9ですね。D7th フラット9とか、まあ、いろんなのがあるんですが、平たく言うと、これを含むコードを片っ端から試すと。これと、これはどうだろう。これと、これは、これは、これ。みたいな感じでございます。どうでしたでしょうか。まあ、なんでこんなアレンジになっているのかって、そういう理屈的なことをですね、やろうとすると、またこれから1時間ぐらいかかってしまうので、まあ、簡単に言うとそんな感じでございます。まあ、興味がありましたら、リハーモナイズ調べてみてくださいませ。それでは、まあ、とりあえず、ソロギターを弾けることが目標なので、楽譜を見ながらチラチラ練習をしてみていただければという感じでございます。頑張ってやってみてください。それでは、またさよなら。さよなら。